こんにちは。ヴァンパイアサバイバーズやっています。今日はですね、このコスモを連れて、ジェミニを使って、いわゆる他のゲームで言うとペットビルドですね。で、行ってみましょうか。コスモ、これ、あれですから、2枠。武器は2枠と、猫ちゃん。ですから、3枠でいいんですか？で、進化したら、ニンニクと。もう一つあれ取っときましょうか。月桂樹。弱気。でも月桂樹なんてレベルアップしてる暇ないから。金の卵だと、1000だと量が5しかないわけですね。もう全然ダメですよ、これね。パワーアップはどんな感じになってますか？もう含めて、いろいろ必要ですね。いきましょうよ。ちょっと待って、マックスウェポンだけチェックして。鳥さん2匹と、猫は1匹。いきましょう。何？場所は？カフェラマグラのお急ぎ便。はい、行きましょう。これで行きますよ。もちろん、ジェミニ。ちょっと音を出して。音でか。でか。こんな感じですか？いいでしょう。いきなり何にもいらない。いらないでしょ？リロール？マニッシュ？リロール。ペンタグラムをいらない。マニッシュだな、ここは。ムチがまずいらない。これはもう、恐ろしい。あれ、何これ？ニンニクは欲しいけど、3つしかないから、ニンニクあんたのはず。ろうそくだな、ここは。来るのも足りてねえし。クールダウンです。あれ？今何撮りました？私。わからないですけども。副車もいりますね、ここね。でも1000もありゃ結構強いですね。防御能力がアーマー9、ライフ上限80、移動速度91。こんなもんでしたっけ？はい。ちょっと必要な武器が何一つ。必要な武器は？はい。空白の書。猫、あ、ピジョーネいました。はい。猫ちゃんと黒。副車。あとあれが必要ですね。経験値の館が。なかなか思うようにいかないのがこれが人生。ピジョーネ、白いの。白いのじゃなくて、黒いの。なんですか？空白。あんまりもないですよ。武器が来ない。猫ちゃんなんか行くのは呆れるぐらい来るのに。猫ちゃん。
どうですか、猫ちゃん大きさチェックしましょう。いいですね。いいですよ、猫に。その調子で言って、もう見えません。猫ちゃんのせいで全てが。はい。でもこれな、宝物ってもう、成長するだけ、猫ちゃん今回成長させないつもりですから、あんまり意味なし。欲しいのはあれなんですね、羽ばたく鳥ですね、黒いやつ。もう見えなくなってきましたよ。あ、これだって、あったっけ、キャンディーボックスに。はい、あったく、これでも最強じゃないですか。取ってしまってた。はい、これで、何が必要、何が必要か冷静に考えないといけません。ニコちゃんマークはもうこれは必要ないでしょう。というか欲しいのはレベルアップして進化させたやつですよね。進化させたやつ。 何が何だか、あ、これは言いますね、絶対にね。進化させたやつ、進化させたやつの方が重要でしょう。あ、経験値は必要です、何よりも。これハードマーク取ってたやつよね。ハードマーク取って、ニンニクのレベルアップに備えておくですか。これ取ってみましょうか、先に。ほうれん草でいいのかな。ほうれん草でいいよね。はい。ああ、取ってしまってた。いいでしょう。あと目指すのは、もう、金の卵戦で何も見えなくなってしまう、これ。ピジョーネとか進化させないといけないんです。今鳥何匹飛んでます？ 4 匹。ね、猫もたくさん。今鳥4匹。もともといた2匹はどうなってんの？な、でも攻撃の4匹しかいないように見える。分からんけど、俺の予想だと今ナチュラルで2匹、今取った2人で2匹で8匹いる予定だ。4匹だね。これはあれですかね、メーカーにクレームですかね。キャッツ、
キャプツあんまり取りすぎるとレベルアップしてしまうと経験値が上がらなくなるというこのあれね、あれねって何？まあでも攻撃力はすごいっすわ。だったら金の玉1000なのにも見えねえし、どうなってんだよ。猫がやたらいるし、鳥4匹ですね。猫を進化させるわけにいきませんから、なんじゃら面倒くせえから。はい、何撮ります？何撮ればいいんだろう。はい、これですかね。それともグリードが上がるやつ？まあ、ここにしましょう。ああ、グリードが上がるやつにしましょう。じゃあ、これは一体。これ何？リロール、グリードが上がるやつどうですか？これですか？ここにしましょうか。キャッツ。キャッツ。もういいです、キャッツで。ほうれん草。だって、こう2つがフルマックスなんで、レベルアップするんじゃないの？どういうこと、お嬢さん。うん。マジか。これでもね、猫ちゃんの目玉になっても、この猫の喧嘩消えないんですよ。だ、遅いな、おい。どうしてこれで？これ最強マックスですけど、どっかであれ出てますね。あとニンニク、ニンニク、ああ、ニンニクの進化ができない感じになっている。何すればいいのか。ペンタグラムだな。破壊し。はい、ありがとう。結構な重火力。何匹いるのかも分かりませんけども、4匹しか見えないですね。5匹。これ進化鳥には来ないんですか、ジェミニが。ないです、何も必要ないです。いろいろしていいんですかね。ペンタグラムしましょうよ。このまだ猫がいるエフェクトが残ってて何も見えないですけども、何これ。猫同士がもう何喧嘩する日、紙一回エフェクトがこうならないと画面が見えない。まあ攻撃力はまあまあなもんがありますな。猫の進化の悪目玉は全然見えてますね。あれを取っていいのかしら？ペンタグラムはまだ未完成。あと
あと2。あと1。はい、じゃあペンタグラム進化させますよ。はい、ペンタグラムがあればもうヒットポイント俺のもの。え、何これ。あ、これ手でやっていきますよ。手動で。はい、手動し、マイトですね。エリアなんかくすらやけどだから。はい、マイト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 、マイ、え、う、ほ？これっすかね？はい。はい、マイツ。はい、マイツ。マイツ。マイツ。めんどくせえ。マイツ。これ、でも、煙立ってますよ、あれね。猫のエフェクトなんですよ。猫がまだ消えてないってことですよね、これね。不在ったらやるしない。マウン、ベースマウン。マウントは何？あ、足りない。いきますよ。マイツ。マイツ。マイツ。マイ、マイ、どっちにしましょう。上さんかと、マイツ。ま、状況は、しょぼ。この猫がまだ残ってんですよ。おかしいし、見えねえもんだって、猫残ってるとこの、なんか引っかきとか知らねえけどさ。デュレーション。マイツがナス。マイツがナス。ちょっと離れてみましょうよ。だって猫の引っかき傷が。猫、いや、何それ。いや、とにかく見えねえんだよ、画面がよ。エリアがない。スピード。あ、これ何？あれかな？バグってて。消えないやつ？もしかして。めんどくさー。エリアとか全然いらねえから、もう。マイツ。今何、どのくらいダメ入れてんの？ 107 とかだし。5つかや。猫のエフェクトが 消えませんけども。そういう仕様なの、これ。猫のエフェクト消えないと何も見えませんよ、私。21分超えましたから、あれかな、時間ですけど。これはなんか、いじめですよね。なんでもエフェクトが消えねえんで、もううざいな。だってもう猫いないんだぜ、俺。猫いないのに、いないのに猫のエフェクト。前とは単発の威力があるから。それにしても、何これ、
こんなどっか猫いるの本当に。ああ、猫見えましたね、今ね。もう、だってあなた今、私のアイテムの中に猫いませんよ。何いるんですか、いつまでたっても。ストーカーですか、あなた。猫がいるの。あ、どっかにあれですね。もう24分ですから。アルカン出てますね。これですか？はい。もちろん違いますね。左に行ってみましょうか。これがアラカナでした。何を取るべきかわからない、俺には。これだな。なんで一つしかないの、選ぶのが。これ猫が出てる F とか永遠に続くの、これ。やめてほしいんですけど。だって画面見えねえもん。いや、知りませんし。そんな知りませんよ。やられましたとか言われても。だって画面見えねえんだから。110ぐらい？140とか見える。あんまりレベルも伸びてない。ナイス。レベルも高くねえし。今どんな感じ？復活8万のかよ。量が7だ。クールダウンは。まあ、あと10%ぐらいって感じ。これさ、もうとっくに猫なんか進化してんのに、なんで猫のエフェクトがまだ出るわけ？見えないんですけど。猫俺持ってんの、まだ。だって猫いる？いないよね、そんなの。もう1億年前に終わった女。なのに猫のエフェクトが出ている。意味がわからん。あ、もうあれですね、30分過ぎましたけども、終わりですね。最後まで猫ちゃんの進化前のエフェクトが残るという状況だともう見えないですよね。けどね、復活いくつだと 4つ。猫ちゃん、なんで？エフェクター残るんでしょうかね。あんまりいいでしょう。復活しますよ。あ、段階？復活あと1回。もう、グラフィックがガタガタ。ということで、まあまあですかね。意外だったのもあれですね、その、ピジョーネと漆黒の翼の双子の方が断然でもね、漆黒の翼じゃありますね。まあ、ダメージ出してると。
いうとこですね。はい、わかりました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。